皆さんこんにちは。今日はマックと半蔵の友達のアザラシが部屋に遊びに来ているので、驚異のアザラシの世界へご招待します。青い海、広がる空、そして岩場に座るアザラシたち。これほど穏やかな風景を見ると、心が安らぎますね。今日は、この海の住人、アザラシについての物語をお届けします。彼らの世界には驚きと感動が詰まっています。さあ、一緒にその世界を探検してみましょう。アザラシは飛脚類に分類される海洋性の哺乳類で、短い首にぼってりとした胴体が特徴的です。その愛らしい外見から人気があります。アザラシは、北極圏を生息域としている体重 300kg を超える個体も存在する比較的大型のアゴヒゲアザラシ。ベーリング海やオホーツク海に生息している太くて白い帯模様を背中に持つ小型のクラカケアザラシ。漫画少年アシベで知名度を高めた種類のアザラシで、体重 90kg 前後で白っぽい毛にゴマフ模様を持つゴマフアザラシ。北半球、南半球ともに生息しているヒョウのような毛の柄を持つアザラシで、日本でも北海道の千島列島などで見られるゼニ型アザラシ。アザラシの中で最も小さい種類で、大人になっても体長が 100cm 前後にしか成長せず、流氷の上で生活し、割れ目や積もった雪の空洞で子育てをするワモンアザラシなど全部で19の種類が存在し、体長や体重は種類によって大きく異なります。例えば、体重 50kg ほどのワモンアザラシから、体重 3000kg から 5000kg になる超大型のミナミゾウアザラシまでいます。体長も 120cm から 400cm 以上と幅広いため、種類ごとに身体的特徴が大きく変わります。ゾウアザラシの驚異的なサイズ。ゾウアザラシは世界最大のアザラシで、成体のオスは体重が 3000kg、長さが5メートルにも達することがあります。これは、多くの乗用車よりも重いです。また、彼らの鼻はリブリーザーとして機能し、水分を再吸収することができます。深海のダイバー。アザラシは優れた潜水能力を持っており、北ゾウアザラシは 1500m まで潜る記録があります。彼らは鼻孔を閉じ、肺の中の空気をほとんどすべて吐き出すことで、高い水圧に耐えることができます。ハワイアンモンクアザラシの珍しい生態。ハワイアンモンクアザラシは、その名の通り暑いところに住むハワイ固有の種で、乱獲や人間による繁殖地への侵入による育児放棄などにより、生息数は激減しており、絶滅の危機に瀕しています。彼らは大きくて大胆な性格が特徴です。ヒョウアザラシの捕食者としての地位。ヒョウアザラシはその斑点のある毛皮が特徴で、強力な捕食者として食物連鎖の上位に位置しています。南極の氷上で見ることができる彼らは、その猫のような名前に恥じない狩猟能力を持っています。進化の謎を解く化石の発見。アザラシは陸から海に進出し、ヒレ状の四肢を持つように進化しましたが、その過程は長らく謎でした。最近の発見では、腕を持つ戦士時代のアザラシの化石が見つかり、進化の鎖がつながりました。アザラシは水中での泳ぎが非常に巧みで、その動きはまるでバレエダンサーのように美しく優雅です。彼らのしなやかな体と強力な後ろびれが、素晴らしい速度と操縦性を提供しています。そして、その泳ぎの技術を活かして、彼らは狩りを行います。アザラシは巧みな泳ぎ手であり、その素早い動きと優れた水中視力を活かして獲物を捕らえます。彼らは魚やイカなどの海洋生物を狙い、その狩りの技術はまさに見事と言えるでしょう。彼らが水中での泳ぎや狩りをする様子は、まさに自然界の脅威と呼ぶにふさわしいものです。アザラシは社会的な生き物であり、仲間との絆を大切にしています。
彼らは様々な方法でコミュニケーションを取り、群れの中で協力し合って生きています。そのコミュニケーションにはどのような秘密が隠されているのでしょうか？アザラシは触れ合いやジェスチャーを通じて情報を伝え合い、コミュニケーションを図ります。彼らは特定の行動やポーズを使って、相手に対して意思を伝えることがあります。また、アザラシはお互いの体を舐め合ったり、一緒に遊んだりすることで、絆を深めます。このような行動は、彼らが互いに信頼を築き、群れの一体感を保つために重要な役割を果たしています。アザラシの社会構造とコミュニケーションは、彼らの生活に欠かせない要素です。仲間との絆を大切にし、協力して生きることで、彼らは自然界での生存を支えています。その姿はまさに、絶え間ない愛と連帯の象徴です。アザラシは海洋生態系において重要な役割を果たしています。彼らの存在は、海洋生物のバランスを維持し、生態系の健全性を保つ上で不可欠な要素です。しかし、彼らの生息地や生存には様々な脅威が存在します。幸いにも、世界中で保護活動が行われています。保護センターや繁殖施設では、アザラシの保護と生息地の再生に取り組んでいます。また、密猟や生息地の破壊に対する法的規制や教育活動も行われており、アザラシの未来を守るための様々な取り組みが行われています。保護活動の成果は、アザラシの数が着実に増えていることや、彼らが安心して生息できる環境が整備されていることで示されています。私たちの取り組みが、アザラシの生態系への影響や保護活動の重要性を示す重要な証拠です。これからも、彼らと共に未来を築いていくために、私たちの努力を続けていきましょう。アザラシは海の奇跡であり、私たちに様々な驚きと感動をもたらしてくれます。彼らの世界を探検することは、私たちにとっても新たな発見と学びの旅です。彼らの生態や生活、そして保護活動に関するお話を通じて、アザラシが持つ驚きや美しさを垣間見ることができましたね。私たちは、アザラシの未来を守るために様々な取り組みを行っていますが、その道のりはまだまだ続きます。アザラシは海洋生態系の重要な一部であり、彼らが安心して生息できる環境を守ることは私たちの責任です。最後に、アザラシが私たちに教えてくれる大切なことがあります。それは、共に生きる喜びや、自然との調和の大切さです。彼らの存在は私たちに多くのことを教えてくれます。未来の世代に美しい自然を残すために、私たちは彼らと共に歩み続ける決意を新たにしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が、勉強になった、面白かったと思った方はチャンネル登録といいねをお忘れなく。今日はこの辺で失礼します。